驚いた？もう、こんな夜遅くに何しに来たの？ここはあなたが思ってるほど安全な場所じゃないよ。私は往生堂の道主フータを、あなたを送ってあげる。ああ、そっちの意味じゃなくて参道を送るって意味ね。え？どうして蝶々がいるのかって？ほら、蝶々って胡蝶とも言うでしょ。私と不思議な縁があるの。でもあの何でも知ってる勝利先生は全く別の考えを持ってるようだけど。さて、もう少しで安全な場所に着くよ。もう危ないところに行っちゃダメだからね。もちろん冒険が好きなら私は止めないけど、だって冒険者は往生堂にとって一番の有料顧客だもん。だからサービスしてあげる。そうだ、旅の仲間はいる？2人目からは半額だよ。ねえ、お得でしょ。